あと誰がおった、あれ誰がおったんやろ。あ、なんか意外とあのその格付けで、あのカイダくんとケンモチのペアはいいなって思わんかった。やっぱあの二人、あの兄貴とコブンとか言ってるふわとかじゃなかった。だからカイダくんがバーって喋っちゃって、あ、変な空気なっちゃったみたいな時に、やっぱケンモチがさっと、いやもうや、もうあかんみたいな、もうやめなさいみたいな、お母さんみたいなそう、お母さんみたいなのがおって、あ、めっちゃいいペアやなみたいな。兄コブはないですふわなんてもうほったらかしやったもん、見てたら。いや、私はちょっと、あ、ど、あ、これどう収集つけんねみたいな時に、ケンモチが処理するみたいなね。ふわ、なんもしないよ。もう、ポカーンやん。あいつ何してんねん。アイコンはないよ。なんとかしてあげようみたいな。自分もちょっと結構おかしいからね。やっぱ、おかしいおかしいになっちゃってるから、やっぱ、ちゃんとしたのがいるんやな。ツッコミが。アイコンはない。アンチというか、成り立ってない、成り立ってんのかな。ふわー、ちょっとおかしいからな、天然やから。おかしいかけるおかしいも、まあ、逆に味あるんかもな。いや、でも、すごかった。さすがや、さすがやなっていう、さすがのコンビやなっていう感じでね。私とチャイカさんが、アニコム、私とチャイカさんもアニコムみたいな感じなんか。ツッコミおらんからな。ボケとボケ。やっぱ自分にブーメラン返ってきてるかもしれん。